私たち虹色キャンディーガールズです。ラビワン高崎一部、台風に負けず一生懸命頑張るので、皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。Hey!
みなさん、こんにちは。私たち虹色キャンディーガールズです。よろしくお願いします。ラビワン一部始まりました。イエーイ。私たちはアクターズスタジオ群馬前橋校から生まれたアイドルグループです。先ほど聞いていただいたのはアクターズスタジオのカーカー、明日に向かってでした。イエーイ。コースを生かしたアイドル活動をしていきます。今回はそれぞれ好きなアイスを紹介しながらメンバーの自己紹介をしていきたいと思います。まずはなのかちゃん。はい、小学4年生10歳、黄色担当パイナップル味なのかです。好きなアイスはスーパーカップのバニラ味です。理由は他の味が好きな方に申し訳ないんですけど、バニラ味が一番美味しいからです。よろしくお願いします。6年生の11歳、オレンジ色担当オレンジ味のレイラです。私の好きなアイスは板チョコで、理由は3つあります。1つ目はチョコの周りのチョコがパッキパキで美味しいのと、中のバニラがすごい濃厚で美味しいです。そして2つ目は季節によって限定商品が出て、その限定商品がすごく美味しいんですよ。皆さんもぜひ食べてみてください。そしてスーパーカップよりも板チョコの方が美味しいからです。よろしくお願いします。次は葵ちゃん。はい、中学1年生13歳、2時間のリーダー青色担当サイダー味のタンタンこと葵です。私の好きなアイスは、普段からアイスを食べないんですけど、私が一番好きなのはピノで、口の中に入れるととろける瞬間がとっても大好きだからです。そしてスーパーカップより板チョコより美味しいからです。よろしくお願いします。次はなつみちゃん。はい、中学1年生13歳、紫色担当フレーパー味のなつみです。私が好きなアイスは31で買えるキャラメルリボンというアイスです。好きな理由はほっぺがとろけるほど甘くて美味しいキャラメル味だからです。中学1年生の私にはまだ少し高いので、たまに食べる自分へのご褒美として買います。スーパーカップや板チョコや、ピノよりも美味しいから大好きです。今日はよろしくお願いします。みーちゃん、チョコが美味しいよ。今回のライブも一生懸命頑張りますので、最高のステージになるよう皆さん応援よろしくお願いします。それでは次の曲に移りたいと思います。それでは聴いてください。 B 小町でサインは B。 あなたのアイドルサインは B。 ゆっくりあいう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 りあい。じゃない気分、1秒無駄になんて時期が
皆さんにクラップや声出しをたく
のステージ、今回も完璧でしたよね。イエーイ、ありがとうございます。2時間は全員でのパフォーマンスはもちろん、シャッフルユニットやソロステージなどもやっていきます。そして皆さんの心を少しでもハッピーにできるアイドルグループになれるように頑張ります。はい、そしてこの後物販があります。物販に来てくれた方限定で虹色のキャンディーをプレゼントしております。皆さんもらったことでもいいのでぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。以上、私たち虹色